各国の平均寿命者、50、赤、50から60、代々、60から70を、70から75、緑、75から80、能力、80日本の出生率と死亡率日本の健康は、良好とされ、平均余命は世界で最上位に位置づけられる。平均寿命と健康寿命の差は9.6歳であった。日本における、平均余命の推移は、以下の通り。 日本における平均余命の水位摂取カロリーは平均2 0 9 4カロリー。肥満率は先進国最小の低さであり、BMI 指数は男女とも普通体重階級内に収まる。男子の方が肥満傾向にある。糖尿病の罹患率は5.0%で先進国で下位クラスである。OECD 加盟国のうち BMI 指数が30以上の割合。 喫煙率は男性で32.1%、女性で8.5%。先進国と比較すると男性では OECD 平均を上回っているが女性では平均を下回っている。日本での喫煙による直接懲戒量批損失については医療経済研究機構は喫煙者自身は1兆2900億円、間接喫煙者は146億円と 推定している。日本の三大死因は悪性新生物、心疾患、脳血管疾患であった。また、自殺率の高さが問題となっており、風は2011年に日本の自殺率を世界10位と報告した。風によると2015年の世界の10から19歳の若者の死因1位は交通事故、2位が大気汚染などによる呼吸器、疾患。 3位が自殺である。欧州と南アジアを含む地域で死因の1位または2位を占めている。平成22年度の調査によれば、日本人の平均寿命は男性が79.59歳、女性が86.30歳であった。平均寿命が最も長いのは男女とも長野県、最も短いのは男女とも青森県であった。 日本におけるアルコール欄用の社会的コストは、ある資産では、約6兆6千億円とされている。ありがとうございます。